皆さんこんにちは。デビューしてから常に芸能界の第一線で活躍する俳優タレントの三田村邦彦さん。その類まれな魅力で世代を問わず世の女性を虜にし続けています。そんな三田村さんですが、2010年に26歳年下の女性と再婚し、世間を大きくざわつかせました。再婚ということでわかると思いますが、三田村さんは過去にある女優と結婚しています。その女優とは中山真理さんです。1980年に結婚した2人ですが、その後離婚。その際に泥沼離婚劇を繰り広げたというのです。一体何があったのでしょうか。そこで今回は三田村さんと中山さんの離婚についてご紹介していきます。ドラマや映画、舞台、CM にバラエティ番組と多岐にわたる活躍を見せる三田村邦彦さん。若い頃から俳優になることを夢見ていたようで、高校卒業後予備校に通うという口実で上京します。そして予備校には通わず、働きながら劇団聖杯の養成所に通うように。その後劇団聖杯の所属になると、劇団の推薦で1979年の映画「限りなく透明に近いブルー」でデビュー。俳優デビュー作にして主演と、まさに大抜擢だった三田村邦彦さん。同作は興行的には失敗に終わりましたが、三田村邦彦さんは一躍注目を集める存在に。その後必殺シリーズや「太陽に吠えろ」など話題作に立て続けに出演。また1980年には結婚し、3人の子供に恵まれるなど幸せな家庭を築きました。アイドル的な人気の俳優が結婚することで人気が低迷することは少なくありません。ですが三田村邦彦さんは中山真理さんと結婚後も人気は衰え知らず、数多くのドラマや映画で大活躍。また俳優業と並行して歌手としても活動し、何枚ものシングルとアルバムをリリース。そして歌唱力を武器にミュージカルでも華々しい活躍を見せています。三田村邦彦さんは講師にわたって順風満帆と誰もが思ったことでしょう。ところが1999年に妻と離婚。3人いる子供のうち長男と次男の親権は三田村邦彦さんが、そして三男の親権は妻が持つこととなりました。その後俳優兼シングルファザーとして講師にわたり多忙な日々を過ごしていた三田村邦彦さん。このまま独身でいると思われましたが、2010年に再婚を発表し大きな話題となりました。再婚相手は26歳年下でテレビ番組制作会社に勤めていた女性。5年にわたる交際期間を経ての結婚だったそうです。26歳差は親子でもおかしくないほどの年の差ですが、若々しい三田村邦彦さんには年齢差を感じないのかもしれませんね。そして再婚から5年目の2015年には三田村邦彦さんにとって4人目の子供となる長女が誕生。きっと娘のためにも三田村邦彦さんは体が動く限り俳優として活躍し続けることでしょう。このように俳優としてデビューした翌年の1980年に結婚した三田村邦彦さん。気になるお相手はデビュー作の映画で共演した女優の中山真理さんでした。高校卒業後の1966年に東宝演芸部に入った中山真理さん。その翌年に初舞台を踏むと、1968年の「兄貴の恋人」で映画デビューを果たしています。その後1969年のドラマ「サインは V」に出演したことで知名度が急上昇。豊満なスタイルのクールビューティーとして人気を博しました。そして1980年の映画「限りなく透明に近いブルー」で共演したことで三田村邦彦さんと結婚。結婚後は家庭に入るため芸能界から引退しています。人気女優として数々のドラマや映画に出演していた中山真理さん。きっと多くの俳優から言い寄られたこともあったでしょう。中には名前を聞いたら驚くような大物俳優もいたかもしれません。ですが中山真理さんが選んだのは当時は新人俳優だった三田村邦彦さんでした。同業者だけあって三田村邦彦さんに何か光るものを感じたのかもしれませんね。その後三田村邦彦さんを支えるため女優業を引退しており、よっぽど惚れ込んだ証拠ですよね。三田村邦彦さんが人気俳優となれたのは生まれ持った才能もあるでしょう。それに加えて
中山真理さんに報いたいという思いで人知れず努力を重ねたおかげなのかもしれません。今も昔も俳優と女優による結婚は多いですよね。ですが結婚後も芸能活動を続けたことですれ違いが生じて離婚してしまうことも少なくありません。三田村邦彦さんと最初の奥さんは6歳年上の中山真理さんも俳優と女優同士の結婚。ただ中山真理さんは結婚後女優業を引退して家庭に専念しています。そのおかげで結婚生活が19年も続いたと言えるでしょう。3人の子宝にも恵まれ幸せな家庭を築いていたはずなのになぜ離婚してしまったのでしょうか。三田村邦彦さんと中山真理さんの離婚理由は不倫でした。1996年に三田村邦彦さんが22歳年下の女優高橋香織さんとの不倫が発覚。この不倫が原因となり離婚したと言われているようです。その不倫が原因となり泥沼裁判を経て1999年に中山さんとは離婚しています。不倫デートが発覚し中山さんは2000万円の損害賠償を求め高橋さんを訴えています。ホテルで密会する2人を中山真理さんが尾行をする姿も報じられています。さらには2人の電話が録音された。不倫盗聴テープの存在まで明らかとなりました。不倫発覚から離婚まで3年間の月日を要しています。なかなか中山さんとの離婚は大変だったようですが原因は三田村さんであったのは間違いありません。きっとその間不倫問題だけでなく3人の子供の将来も含めて話し合いを続けていたのでしょう。それでも離婚したということは2人の間にできた溝がそれだけ深かったということ。愛する夫を女優業を引退してまで支えてきた中山真理さん、それまでの思いを裏切られたという気持ちになってしまったのでしょう。それにしても不倫相手は22歳年下で再婚した妻は26歳年下。三田村邦彦さんは若い女性にモテるんですね。というのも俳優業はもちろんのこと歌手やバラエティ番組の司会などマルチに活躍される三田村邦彦さんは芸能界の中でもモテ男です。女性にモテて仕方ない男性の宿命なのかもしれませんね。ですが再婚し子供も生まれているのなら不倫はもはやご法度。過去の経験を生かして現在の奥さんを幸せにしてほしいですね。皆さんいかがだったでしょうか。今回は三田村邦彦さんと中山真理さんの離婚劇についてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。